最小時間ですか。もうちょっと早く。あ、すいません。映像というのは2次元ですけども、それを3次元的な感覚として捉えてほしいんです。でそれがただ お客さんに 3D としてではなくて、はい、でホームシアターとかっていうのは基本的に2次元だから、あ、2次元テレビの2次元っていうプアな情報というか、なのでああやって音をサラウンドにすることによって、まあ、空間的に体験するんですけど、やっぱり舞台って僕は空間だと思ってて、ああいいです。パーティクルの映像を使いまして、そのパーティクル、抽象的なパーティクルの映像から、いろんな動きを見せることによって踊りの動きだったり映像の動きだったりっていうものを重ねていきながら空間を作っていくというものをコンセプトにしました。ワンピクセルにこだわったのはやっぱり奥行き感がなくなるっていうのがとても重要で、その点で映像を表現するときに、例えば 3D で遠近感を出すときは点が大きくなることによってその奥行きとかを表現するんですけども、そういうのではなくて、ただのワンピクセルが動くことによって、それが動きによって 3D に見えたり奥行きが出てきたり左右が出てきたりっていうことをにこだわったので、ワンピクセルにこだわりましたね。これぐらい今だと見えますよね。これ以上増やすと多分、うん、奥が見えなくなります、ね。パーティクルを素材に使いたい、動きを出したいみたいな結構ざっくりした部分から相談が始まっていて、でいろいろイメージ共有しながらこの映像の素材についてすり合わせですかね、進めていって、じゃあどういう風にしたら、何を使ったら梅田さんがイメージする映像が出やすいのかっていうところからまずはディスカッションレベルで始めていって、まずはプロトタイプ的にいろいろ何個かアプリケーションを作りながらセッションをしていくと。梅田さんのイメージをそのまま絵にできれば一番いいんだろうなと思って、でそれには多分自分が個性を発揮するっていうよりも梅田さんにいじってもらいやすいツールを作って渡した方がいいだろうということになり、あのパーティクルの動きや数、密度とかをコントロールしやすいツールを作って、でそれを使ってもらうってことで、もう、そうです、最終的には全部それで収まってしまいましたね。その動きの層を作るのと同時に、そのそうやってリズムや時間の層っていうのになんとかチャレンジしたかったんですよ。最初は物を本当に落として、それを録音してそれをリズムに変換するっていう装置を作ってたんですよ。でもそれを録音するっていう手間が一個あるので、それをまあどうにかそのグラフィカルに書いてこうちょっと再現できないかって
またこうトントントンと落ちてまたさらに跳ね上がってくるみたいなことができるか、なんか音源を入れてそれのリズムをこういうふうに線で書いて操作できるようなものを見て、こういう音がいつか使われて、でああいう音ってすごく動きがある音って僕は感じていて、その時間感覚がやっぱこう動いてく、こう伸びたり縮んだりするような感覚があるんですね。でそういうコンセプトがやっぱ音作りの中に入ってきたなっていうのはすごく感じてます。で多分今後もこういう音作りをするんだろうなって思っています。感じです、良くなってる、ちょっと遅いね、うん、分割系はダンサーも分割しないと厳しいかな、もしかする、うん、いやというよりね、この動きをやっぱ見せたいから、うん、明暗はあんまり、うん、効果が出ないかなと。確かにセンサーに対するこう接し方に二通りあると思っていて、人間の方がセンサーに合わせていってセンサーを自分のものにすることによって面白い効果を出すっていう場合と、人間の方が特に何かしなくてもセンサーがなんかそれに最適化されていて何の面白い効果を出すっていう場合があると思っていて、今回の場合ちょっとどっちでいこうっていうのはちょっと悩んでいたんですけど、梅田さんがなんかあんまりこうセンサーを使うことに集中せずにダンスに集中したいっていうのを最初から聞いてたんで、なるべくなんか練習をしなくても面白い効果が出るような使い方はしたいなと思ってたんですけど、さすがにそれなりにはちょっと覚えてもらわないとそれすらもできないかなと思って練習してくださいっていうのは、まあ、その程度のノリで言ってて、で普段の僕のセンサーの使い方はマジで練習しないと出せないものを出すっていう、今回は本当は全く練習せずにセンサーが合わせてくれるっていうやり方でやりたいと思って、うん、OK です、はい、合格、合格です。技術面のことに僕が手を出さなくていいっていうことは実は大きなことでして、その技術の自分のスキルからやっぱり作品を考えるっていう制限がなくなったことがまず一番大きかったんじゃないかなと思います。今考えてるのはそのまま小さく動きをする、うん、だけどそのなんかテンションだけキープしてる、うん、そのシステムの中からどういうアイデアが出せるかっていうことに対して彼らはすごく意見をしてくれたっていうのは大きいですよね。で、僕は例えばこういうことをやりたいんだけどって言った時にそれにはこういう技術がある、でこの技術を使えば実はこういうこともできるっていう、その自分が求めているもののプラスアルファっていうのは必ず出てくるような状況はありました。さらにそれを試していく中でまた彼らもそれなりの、違う技術の発想を持ったりとか、さらにその技術から生まれてくるものっていうのがあって、こうなんて言うんでしょうね、いろんなこうアイデアを拡張していくようなプロセスがたくさんあったなと感じています。それは彼らがいなかったらできなかったことじゃないかなと思いますね。たくさんのサポートをいただいて、なんかまあやっと出来上がったというよりか、まあ生まれたっていう感じなので、これからゆっくり大切にこう育てていきたいなと感じています。